はい、まずおっしゃるように、まあ、これから、エジプト、そして、ガーナ、ケニア、モザンビーク、さらには、シンガポールを、訪問いたします。ロシアによるウクライナ侵略によって、この国際秩序の根幹が揺らぐ中 にあって、今申し上げたようなアフリカの主要国の、まあ、首脳との間において、ウクライナ情勢あるいは国際的な、まあ、課題について、意見交換を行い、そして連携を確認したいと思っています。そしてその結果を来月行われます G7 広島サミットにつなげることによってサミットの議論の充実にもつなげていきたい、このように思っています。合わせてご案内の通り今スーダン情勢が大変不安定な状況にあります。この予断を許さない状況にあるスーダン情勢についても、まあ、関係国と議論をし、そしてこの安定化に向けての、まあ、協力についても、協議をしていきたいと思っています。そして、アフリカ4カ国からの帰路、給油のために立ち寄るシンガポールにおいてはこの機会を利用してリー・シェンロン首脳と会談を行います。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化のため本年の日 ASEAN 友好協力50周年ということも念頭に置きながら議論を行いこの議論も同様に G7 広島サミットにつなげていきたいと考えています。以上です。はい、はいはいはい、うん、はいはい、おっしゃるように本日先ほどスーダンからジブチへ退避された邦人とその家族合計48名がチャーター機で帰国したという報告を受けております。大変危険かつ不安定な状況の中希望された方々全員が無事帰国できましたことをことについて、安堵するとともに、この皆様方には大変お疲れ様でしたという申し上げたいと思います。そして、厳しい状況の中で大変難しいミッションを、果敢に、ミッションに果敢に取り組み、そして無事の退避と、帰国に、こぎつけた自衛隊あるいは大使館また JICA をはじめ関係者の皆様方に本当によく対応していただいたと敬意を表し申し上げたいと思います。これによって現時点でスーダン国内から退避を希望する邦人は残っておりませんが引き続きジブチに設けました臨時事務所で対応を行い日本政府としてスーダン国内に在留する邦人の安全確保及び必要な支援これは引き続き全力で対応していきたいと考えています。以上です。はい、うん、3月にユン大統領にご訪日をいただきました。その際の首脳会談においてシャトル外交を再開するこのことについては一致をしています。しかし具体的な訪韓時期についてはまだ何も決まっておりません。いいですか。はい。